良い子のみんな、マースマスマース、お茶だ。昨日マッスルフレンズのイーグルという男から LINE が来てね。彼はこう言ったんだ。イーグルマンは使わないんですか？彼もムキムキですよってね。そこで私ピーンときました。もしかしたらイーグルマンもムキムキなんじゃないかってね。今日使うデッキはゴールデン筋肉アクロ隊長イーグルマンアリス・ティータン・ビショップだ。このデッキは黄金鏡の獅子とアリスを使い、さらにそこにムキムキの隊長セクトール、イーグルマンを突っ込んでしまった。とんでもないデッキだ。3月ウサギのお茶会から出るブリキの兵隊は5コストフォロワー、シッカーもニュートラルフォロワーなので、セクトールとの相性が非常にいいぞ。イーグルマンは筋肉がムキムキで普通に強いので入れておくといい。本当に勝ちたい場合は隊長をフィーナに変えるといいかもしれないね。相手はロイヤルですが、今回も関係ありません。先行後攻関係ありません。マリガンではニュートラルフォロワーをキープしたいので、ここは重機を変えてしまっても、いやーいいのかもしれないね。そうなるとメイジも変えてしまってもいいのかもしれないが、いいのか本当に。攻めてしまうのかい。攻めちゃおう。重機もやっぱり戻しておこう。ちょっと怖いからね。マリガンでは黄金鏡の獅子やイーグルマンをキープしておくと4ターン目の動きを強化できるので、アリスか黄金鏡の獅子、あるいはイーグルマンを手札に加えておくと非常にいいぞ。よかったね。重機を残しておいてよかったね。ここでイーグルマン、こいつを見てくれ。すごいスタッツだろ。さらに守護を持っていてゼロコストで出せたりするんだ。いいね。任せてください。渾身の一振り、いいカードだ。さあ隊長、ここはアリスからの隊長ムーブ決めてしまいましょう。かなりいいね。100の戦場で100の戦果を。ガウェイン、お、これは指揮官ロイヤルの可能性が出てきたね。なるほど、ここは隊長いっちゃってください。どうだい隊長、普通に強いね。結構びっくりしている。さあここはアグロらしく顔面に行っちゃいましょう。素晴らしいね。見てくれこのスタッツ。さらに今回追加された過激姫フェリア、このカードは侮れない。実に強いカードだ。あとなめ、なるほど。なるほど。確実に隊長を取ってきたか。ここは非常に悩ましいが、アリスを再び展開してさらに、難しいね、非常に難しい。なるほど、ここはリディエルでいいのかもしれないね。リディエルが66のスタッツになってしまったね。化け物か君は。潜在的化け物なのかいアリスちゃん。君は潜在的化け物なのかい。
さあ進化権を全て使ってしまったが、ここはスタッツの暴力でどんどん出していこう。おじいさんとおばあさん、あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんはピストルを持って、ホワイトタイガー、なんだっけ、オーリーフレームタイガーだったね、を取ってしまうと。なるほど、非常に強いムーブだ。さあ進化権を使い切った状態でここで来ました、黄金鏡の獅子。こいつはゴブリンリーダーとの相性が非常にいいので、ここはゴブリンリーダーを出してブーストしておこう。そしてフェリア、さらにフェリア、さらにイグルマ。どうだいこのスタッツ、無敵だろう。これはテンポウィッチを超えてしまったんじゃないでしょうか。ローラン、いい数だ。しまったね、しまった。さあここはゴブリンリーダーは確実に残しておきたいので、イーグルマンで取ってしまってもいいのかもしれないね。さらに黄金鏡の獅子はキープしておいてもいいのかもしれないね。どうだいこれ。ここは旋風陣が来るとちょっと厄介だが、旋風陣以外だと私の、おっと、なるほど、強いカードだね。しかしこれは普通にワイズマーマンで終わるのかもしれないね。そうだね、どうだい、完璧だろ。これが筋肉の力だ。本当に強いセクトルデッキができてしまったね。ドラゴンが相手だ。こちらもドラゴンみたいなもんだからね。マリランでキープするカードは非常に難しいが、アリスか黄金鏡の獅子、そしてイーグルマンは確実に手札でキープしておきたいね。基本的には1,2,3でしっかり出せるといいぞと。つまりこれが非常にいい状況だ。さあ非常に怖いのが新しく追加されたカード、なんとかの竜。進化すると重々になるあいつが来るとかなり怖いのですが、ラハブ、なるほど。さあここでゴブリンリーダー、非常にいい展開だが、黄金鏡の獅子かイーグルマンがあると思ってよかったね。さあラハブのスタッツは非常に重いね。しっかり取って、ゴブリンリーダーは残しておくのか残さないのか、どっちなんだい、どっちなんだいで勝ちました。さあいい感じだぞ、一気にアリスで畳みかけよう。非常にいい状況だ。アリスを使えばサラマンダーブレスも耐えるので、ここはかなりいいんじゃないかな。強い、強いムーブだね。さあこの巫女進化を隊長でギリギリ取れないんだね。悔しいね隊長、私も悔しい。隊長進化なら取れるが、果たして隊長進化をしてしまってもいいんだろうか。そう思った結果アリスを再び出します。見てくれこのゴブリン、もうこいつはゴブリンじゃない、筋肉だ。アリスのスタッツも1上がってるので、ここはしっかり
取れるぞ。非常にいい状況だ。素晴らしい。ゴールデン筋肉アグロ隊長アリス・イーグルマンティータイムビショップ、どうだった？みんなもぜひ使ってみてくれよな。お茶タイムのチャンネル登録とツイッターフォローもよろしくな。それではまた会おう。バイバイ。